ちは、池田真子です。はい、今回は7月のお気に入りを紹介していきます。最近発売された新作コスメやったりとか、コスメ以外に美容グッズとかも紹介していくので、ぜひ参考にしてください。最近さ、もうほんまで日中めっちゃ暑いじゃないですか。私もこれはやばいと思って、デデン、ポカリ買ってきました。あとちょっとこれも持ち運びに良さそうと思って買ってみたんですけど、皆さんももうほんまに熱中症は気をつけてください。自分が思ってる以上にこう汗かいてたりとか、水分が足りてなかったりとかすると思うんで、ちゃんとねこういう塩分も取りながらできる限りの対策をしてもらえたらと思います。ほんまにいつ起こるかわからんから怖いですよね。こうなんか熱中症って溜まっていくじゃないですか。しかも日々の熱がね体に溜まっていくと思うんで、私もできる限りの対策はしたいなって思います。はい、でまず紹介するのは、これはもう最近発売された新作コスメです。こちら、ケイトのクラッシュダイヤモンドアイズ、カラーは OR1 番です。お値段は1200円。ケイトの新しいアイシャドウです。これは前からめっちゃ気になってたんですよ。ダイヤモンドアイズってことで、形もねダイヤモンドになってる。でこれ中開けても、たなー、ここもねダイヤモンドの形になってるんですよ。もうこの形が消えへんように、この側面じゃないな、平らなところを使ってました。紹介しようと思って。そんなにめちゃくちゃ使ったってわけじゃないんですけど、もう色がめっちゃ好みで、手に出したらこんな感じです。ベージュというかシャンパンゴールドみたいな感じのカラーと、ほんのちょっと赤みがかったようなオレンジのカラー2色が入ってます。なんかここまで結構はっきりとしたオレンジのカラーあんまなくて、それちょっとちょうどいいなと思って買ってみたんですけど、このラメ感もまた可愛くて、それで気に入ってます。で使い方もこれ2色でね、グラデーションみたいに使ってもいいし、単色でももちろんいいし、こう混ぜて重ねて使っても可愛いんで、いろんなメイクができるなと思って。でね、こちらチップもついてるんで、下まぶたとかにつけたいっていう時とか、まあ、目の際とか、目尻だけちょっとオレンジ出したいっていう時にも使いやすくて、もうコンパクトなのがやっぱ嬉しいですよね。これはもう夏にはぴったりなカラーなんで、この夏いっぱい使いたいと思います。で次こちらです。セザンヌのブラシ付きアイブロウ、お値段は450円。はい、手に出したらこんな感じの色味で、カラーはライトブラウンです。セザンヌの極細アイブロウペンシルって言うかな、極細なんとかっていうあのペンシルがあるんですよ。それがめっちゃ気に入ってて、それのこういうブラウン系のカラーが欲しかったんですけど、売り切れてて、うわーと思って、なんかちょっと違うやつ買ってみようと思ってこれを買ったんですけど、これもなかなか良くて、ウォータープルーフで寄りにくかったりもするし、あの結構こういうペンシルって物によってはなかなかこう力入れないと色が出にくいやつとかあったりとかするんですけど、これはもう全然そんなことなくて、私はいつも色はちょっと濃いめなんで眉尻に使ってるんですけど、なんかその描いた後も全然こうベタっとするような感じはなくて、結構ふんわりと優しい感じに仕上げられるんで、これでぼかしたりとかもできるし、後ろがねスクリューブラシになってるんですよ。ほらこうやって見るとくっきり描くこともできるし、ぼかすこともできるんで、これで450円はめっちゃいいなと思って、それで最近はこちらを使ってます。次こちらです。 K パレットのストロングアイライナー、カラーはディープブラウンです。お値段は1500円。今までは別のタイプの K パレットのアイライナーをずっと使ってたんですけど、今回この初めてねキラキラの違うバージョンのやつを使ってみました。はい、筆はこのようになってます。これもまた結構細めで、この筆先もちょっと描いていますね。スーッと柔らかくてめっちゃ描きやすいんですよ。程よい全然こう置いた時にチクチクするとか痛いとかっていうこともなく、もう全然力いらずで滑らかに描けるんですよ。細かいところも調整しやすいし、なんか間埋めたりとかちょっと太めにってなってもいいし、これはほんまに使いやすい。で私はいつもこれは全体に使う時もあるんですけど、結構こう柔らかい印象にした時はここペンシルで描いて、これ目尻だけ、今日もそうなんですけど目尻だけこれを使うことがあって、やっぱ目尻ってさ、もう汗かいたりとか、ちょっとなんか涙とか、悪用した時の涙とか、なんかそういうのでこうよれたりとかにじんだりってしやすいじゃないですか。でもこれはもう全然めちゃくちゃよれにくいんですよ。だから夏部活とかスポーツとかされる方もそうやし、プールとか海行く時とかにもぴったりやと思います。でもこうやってこすったりしてもなかなか落ちひん、これはおすすめです。はい、次こちらです。ホーメイのウィークリージェルになります。
カラーは NE の9番と NE59 番になります、はい、パッケージはこんな感じになってます。これもまた可愛いですよね。でこれは前にね、あの案件の動画で紹介したものになるんですけど、そっから気に入ってまたロフトでね、違う色2色ね、可愛いの見つけたんでこちらを買ってきました。今はもうね、めっちゃシンプルにゴールドだけでちょっとこの先にね、つけてるんですけど、こっちのカラーですね、この NE9 番の方に今つけてるんですけど、ほんまに私はこれは知れてよかったなって思ってます。ネイルサロンまで行く時間とか、そこで使う時間とか、あとはもうスケジュール調整ですね。そういうのを考えると、ほんまにもう家で気軽にできるっていうのはめっちゃ便利やなと思って。マニキュアだとやっぱこうかけたりとか剥がれやすかったりするんですけど、これは剥がせるジェルネイルになってるんで、仕上がりもジェルっぽくこうぷっくりしてるし、爪の状態にもよるんですけど、持ちも約1週間ぐらい持つので、でまた気分変わったらペリって剥がしてデザイン変えてっていうこともできるんで、自分に合ってたなと思って気に入ってます。結構そのジェルをずっと今までしてたから、爪が弱ってたのか、これを使った時にその指によってはめちゃくちゃ剥がれやすい時もあったんですよ。もうほんまに結構こう指先も私使ったりするんで、なんか 2,3 日でポロッと取れちゃったりとかっていうのもあるんですけど、逆にまあしっかりした爪とか指によってはもう全然全く剥がれへんし浮いてこうへんしみたいなのとかもあって、なのでしっかりこう丁寧にはめらせないように塗るっていうのと、爪の状態によってはそうやってね、持ちも結構いいので、夏休みの間だけとか、まあ、休みの日だけとかでもいいんですけど、そういう短期でネイルやりたいなっていう方にもぴったりなネイルだと思います。はい、次こちらです。サボンのボディスクラブ S です。香りはラベンダーアップル。お値段は3400円です。これはもうほんまにいいですよね。もうこのボディスクラブはめっちゃ好きです。今までね、レモンのやつをずっと買ってたんですよ、水色の。今回ちょっとなんか気分的に変えてみようと思って、初めてこのラベンダーアップルを買ってみました。なんかラベンダーのあのリラックス効果のあるような香りに、ちょっとフルーティーなアップルが混ざったような感じで、なんか使ってると優しい女性になった気分になる。でどういう効果があるかというと、視界の塩が使われてて、体の角質を落として、でね、一緒にこうオイルも入ってるんですけど、こうやって見て分かるか、塩とオイルもあるんですけど、こっちのオイルでまたお肌をコーティングしてくれるというか、なんかちょっと膜張ってくれてるような感覚になって、お風呂上がりすごいこう水めっちゃ弾くんですよ。だからタオルもこうやってめっちゃ拭くっていうよりも、もうポンポンポンでなんかいけるような、めちゃくちゃ気持ちいい肌になるんですよ。でお肌ももうほんまに角質も落としてくれるし、そのオイルでケアもできるんで、めちゃくちゃスベスベになるし、ほんまに気分が上がる。なんかもうずっと触っときたいっていう風な感じになるんで、使ったことない方はね、一回使ってほしいし、プレゼントとかにもおすすめやと思います。はい、最後はね、この前も紹介したんですけど、こちらです。キャンメイクグローフルールチークス11番のチャイフルールです。お値段は800円。中はブラシ付けになってて、これ5個にね分かれてるんですけど、多分こことここが同じ色で4色入りなんだと思います。これはね、詳しくは前の動画で紹介してるので、概要欄も貼っておこうと思うんですけど、なんか程よいピンクがちょっと落ち着いた女性って感じになって、でツヤ感もね、もうパールがきめ細かいんで、すごい自然にこう立体感を出してくれるし、結構このブラシもね、ふわふわしてて、でれチクチクしたりとかもなく意外に使えるんで、なんか出張の時とか旅行行く時とかにもこういうの1個入れちゃえば、もうブラシ別で持っていかなくても使えるんで、そういう面でもいいなと思って、結構このキャンメイクのチーク好きです。あとはやっぱり4色入ってるんで、ハイライトここ入れてみたりとか、入れ方変えてもね、印象変わったりとかもするんで、その使う色とかにもよっても変わると思うし、これも持ってたばっかりなんで、もし気になった方探してみてください。はい、ということで今回のお気に入りは以上になるんですけど、気になるものはありましたか？今回紹介した中で私が一番おすすめしたいってなるんやったら、このアイライナーかな。これほんまに気に入ってる。描きやすくて、あとはやっぱキラキラしてるから見た目も可愛いですよね。またお気に入りのアイテムとかおすすめの商品見つけたら紹介しようと思うので、楽しみにしてください。そしてこの動画が良かったなって思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。Twitter と Instagram もしてるので、そちらもぜひフォローお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。